皆さんこんにちは。大人気ロックバンドワンオクロックのボーカルタカさん、日本だけでなく海外にもファンが多いことでも有名です。父親は歌手の森進一さん、母親は歌手の森昌子さんで、家族構成もすごいと有名です。今回はタカさんのパニック障害、炎上、父子関係や国際結婚について紹介します。タカさんは2日にパニック障害を抱えていることを明かしました。タカさんは自身のインスタグラムで、今ロサンゼルスに帰ってきて自宅なんですけど伝えておきたいなと、自分がどうとかより失礼があってはいけない、誤解とか勘違いされたらいけないと思って、実はね俺結構何年も前からパニック障害になってまして、心臓というか鼓動が速くなったり汗かいたり、不安になってその場にいられなくなったり、そういう病状がある。本来であれば6月中旬にロスの自宅に帰ってくるはずだったんですけど、と移動中に症状があったことを話しました。また大阪公演の後に症状が出たことにも触れ、新幹線に乗る直前に症状が出てしまい、ホームで2時間ほどマネージャーと収まるのを待っている時にファンが話しかけようとしたことに気づいたそうですが、自身の症状がかなり追い込まれていたため失礼な対応になったら良くなかったなと思いまして、せっかくライブに来てくれたのに丁寧に話しかけてくださった方だったんで罪悪感があったなどと、その時の対応を後悔したといいます。パニック障害については自分なりに勉強しているし、心配してもらいたくて言ってるわけではなく、ご理解いただきたいと、こういう障害と向き合って生きていく、マジで心配はしてほしくない、多分こういう症状を持っている人ってたくさんいると思うんで、そっとしといてください、軽く流してもらえたらそれだけで救われるんで、と伝えています。次にタカさんが過去に起こした炎上についてです。サマーソニック2022にワンオクロックが出演した際、タカさんが MC で観客に声出しを煽ったとして物議を醸していました。 MC の内容としては、俺は今回の夏フェスに臨む前にどのフェスもできん覚悟でやってるからお前ら覚悟しとけよ、という宣言をしてまいりました。謝るから俺が最後もし怒られたら、声出しをやめてほしい人たちもいると思うけど、これが俺たちのやり方だから、嫌だったらさ、なんかこうなんだろ、ちょっと息する回数とか減らしてみたら、冗談ですと観客に声出しを煽り、観客からも大歓声が上がったというものです。ただサマソニではコロナ禍ということもあって、飛沫の飛散防止のためにライブ中の歓声、大声での会話、コール&レスポンスは禁止としていました。そんな中、タカさんが声を出せ歌えと観客を煽ったということで問題になっているのです。タカさんの声出し煽り MC についてこのような意見が出ています。ワンオクのタカのライブで声出し煽りはマジでドン引きだわ。ルール守れないならサマソニ出場辞退すればよかったのに。コロナでうんざりしてるのはわかるけど、自分のわがままを周り巻き込んで押し通すのは、声出し禁止とかのルールが守られたフェスだと思ってきてる人たちに対して失礼だわ、とルールを守らなかったことに対する批判的な意見が多く見られます。後で謝るからと発言しているということは悪いことだという認識があって、その上で守らないというようにも見えますよね。それは確かに大人としてどうなのかなと思わざるを得ません。一方、ワンオクタカさんの炎上 MC を擁護する声も見られ、ワンオクロックの MC 叩かれているみたいだけど、これはタカが海外で過ごすライブする中で感じた違和感なんだと思う。昨日のサマソニ、外国のアーティストは全員客を煽っており、コロナ前と何ら変わらない世界なのに、日本のアーティストだけ黙って演奏、このままでは海外からアーティストが来なくなるとタカさんに賛同し、とても良いライブだったという感想もあります。タカさんはこの MC 炎上を受けて8月22日にインスタグラムを更新し、会場にいた人たちには僕の気持ちは伝わっていると信じてる、でも言い訳はしませんとコメントしています。サマソニにはたくさんのアーティストが出演し、それぞれのファンが集まっています。長引くコロナ禍で現状に一石を投じたいのも理解できるのですが、
やはりそれはワンオクのファンのみが集まるライブにて行うべきだったのではないかと思ってしまいますね。続いてタカさんの父である森進一さんとの父子関係についてです。森進一さんはタカさんが幼い頃から厳しい教育方針で育むてきています。しつけに力を入れ父親の愛情を注ぐことを心がけていました。タカさんが少年隊の舞台に魅了されジャニーズ事務所に入ることになった時も学業優先を条件に活動を認めました。しかし中学3年でデビューしたタカさんは華やかな芸能界に身を置くことで生活が一変。茶髪、喫煙、飲酒、奔放な異性関係など高校時代には素行の悪さが目立つようになり、わずか3ヶ月でニュースを脱退。高校1年の冬には学業を投げ出し音楽の道を志すと決意します。激怒した森進一さんはタカさんを感動し、お前一人で生きていけと家から追い出しました。親権は母親が持つことになり父子の断絶が取り沙汰されましたが、それでも森進一さんは感動後も我が子の身を案じ続けました。ある時タカさんがバイトしていた店に黙って訪れ生活費を渡したエピソードからも父親の変わらぬ愛情が伝わってきます。徐々にしこりは溶けていき、森進一さんの還暦の誕生日にタカさんはメールを送り、父の愛情を理解していたこと、家族を養ってくれたことへの感謝の言葉が綴られていたといいます。こうして長い年月を経て二人の関係は修復されていきました。この父子関係は HARD to Love という曲でタカさんが歌っています。最後にタカさんの国際結婚の噂についてです。タカさんは2024年4月で36歳になったので結婚をしていても不思議ではないご年齢ですよね。しかも両親も有名な方ですし、人気ロックバンドのボーカルということもあり、お相手の方がどんな方なのかも気になります。2023年8月にタカさんがアメリカ女優のエミリー・ラッドさんと交際していることが報道されました。エミリー・ラッドさんはアニメ「ワンピース」の実写版で波役を演じるハリウッド女優です。エミリー・ラッドさんはジブリなど日本のアニメ好きとして知られており、また兄のダン・ラッドさんもミュージシャンのためタカさんとの共通点も多かったのでしょう。2人はエミリー・ラッドさんの兄ダン・ラッドさんを介して約7年前に知り合い、長らく友人関係にあったようです。2016年頃からタカさんとエミリー・ラッドさんの写真が SNS にアップされるようになり、一部ファンの間ではもしかして付き合っているのではとも噂されていましたが、当時エミリー・ラッドさんには DJ の恋人がいたようです。ただ2人は2021年に破局しています。タカさんとエミリー・ラッドさんが急接近したのは2023年頃で、エミリー・ラッドさんはワンオクの欧州ツアーにも同行していたとの噂もあります。ワンオクのメンバーの 2RU さんが2021年12月に結婚発表をされているので、タカさんも突然結婚発表をする可能性もありそうです。いかがだったでしょうか。今回はタカさんのパニック障害、炎上、父子関係や国際結婚について紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。